3安打5打点村上選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まず初回の場面から伺いますけれども、いきなり大きなチャンスで打席が回ってきました。どんなふうに考えて向かったんでしょうか。いや、なんとか、先制点を取りたいなという思いと、まあ、昨日北村選手が、満塁ホームランを打って6打点で90点って言ってたんで、僕もそれぐらい満塁ホームランを打って90点って言いたいなと思いながら、打席に立ったんですけど、まあ、ヒットだったんで30点ぐらいです。いやいや、でも今日もまたホームランを打ちましたよね。22号スリーラン、見事なバッティングでした。ありがとうございます。まあ、それもスリーランだったんで、まあ、5打点で、まあ、昨日北村君6打点で、90点って言ってたんで30点ぐらいです、はい、こだわりますねでも遠いところのボール、非常に難しいボールだったと思いますが、レフト方向に今日も持っていきました。あのスイングはいかがだったんですか。はい、良かったです。ありがとうございます。でこれで3試合連続ホームランで、この3連戦で9打点振り返ってどうですか。いや、昨日北村君1試合で6打点上げてるんで、まあ30点ぐらいです。じゃあぜひ次のカードで北村選手を超えてください。次も頑張りますさあ、チームはこれで4連勝です。それから打線も北村選手の活躍もありましたけれども、ずいぶんつながってくるようになりました。村上選手はチームの状態どう感じてますか。次も頑張ります。ぜひいいバッティングを楽しみにしています。ありがとうございました。村上選手にお話を伺いました。放送席どうぞ。休日の過ごし方、その時の気分、それは正解です。もうなんだこっちの方がないですね。趣味サイクリング、趣味サイクリング、ありえないです。ないでしょうね、絶対ね、はい、ダブルやん。外してみて、多分アウトできてる、この目の周りに。あ、ありがとうございます。消し方教えてくれてありがとうね役に立ってるよこの調子で日本一になれるように頑張ります。朝起きた瞬間どうでした。今日は何の日だっていうの考えて、ファンか、で何時だって考えて、携帯見たら10時電話が鳴り止まない